MP サンプルは音声非可逆圧縮フォーマット。MP3 をベースに音質と圧縮率の向上を図った企画。トムソンマルチメディアとコーディングテクノロジーズが2001年に発表した。なおコーディングテクノロジーズは2007年にドルビーラボラトリーズに買収された。SBR という技術を採用し、MP3 の 128kbps とほぼ、 同等の音質を 64kbps で実現している。ちなみに MP3 の半分のビットレートで同等の音質と歌ったのは Windows Media Audio の方が先である。音声データは従来の MP3 と SBR の情報を格納した部分に分かれており、従来の MP3 対応ハードウェアソフトウェアでも低音質ではあるが再生可能である。 MP3 プロ非対応デバイスではサンプリング周波数が半分になる。同様の技術は後に策定された HEAAC にも採用された。コンテナフォーマット、拡張子は MP3 と全く同一である。ISO 標準である MPEG-4AAC よりもライセンス量が高く、音質面では広域の伸びを重視し主権音再生の正確性を書いているという声もある。 MP3 の音質に特に不満のないユーザーが多く、記憶デバイスの大容量化で、低ビットレートの需要が少ないこともあってか、ほとんど普及することはなかった。ネロバーニングロムやコーンのジェトオーディオ、かつてのミュージックマッチ MP3 ジュークボックスが対応しているほか、開発元からサンプルエンコーダー、デコーダーとウィンプ用の再生プラグインが配布されている程度で、 対応ソフトウェアは非常に少ない。トムソン参加の RCA などから対応ハードウェアもいくつか発売された。ありがとうございます。